こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロ感謝祭ですね。先週もお届けしましたが、11月28日まで開催されているんですが、第2弾のセール価格のアイテムが発表になったので、そういったものを見ながらおすすめのものですね、それ以外にも安くなっていてこれはいいよねというものも含めながら全部で5点ですね、皆さんにおすすめのものをご紹介してみたいなというふうに思っています。すでにですね、買ってる方も多いとは思うんですが、僕もねこの中で何点か買いました。今日ですね、この後ご紹介するものの中にも感謝祭だからこそ買ったものがあるので、そういったものもご紹介したいなと思います。この期間に買うとですね、一応プレゼントがついてくるんですね。ステンレスボトルなんかはね結構人気でもうすでに終了していますが、今回の目玉はサコッシュバッグですかね。ちょっとしたお出かけの際にですね使えるようなサコッシュですね、斜め掛けにできるようなもの、携帯だとかちょっとした財布なんかは入れられるんで、こういったものがついてくるよというところが、一つですね目玉になってるかなと思います。そして感謝祭特別価格というところでいろんなアイテムがありますので、この後皆さんに全力でお伝えをしていきたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ここからはですね具体的にユニクロ感謝祭のですねおすすめアイテムと、その他にもユニクロのセールアイテムでこれは持っておいて損はないというものをですね皆さんにご紹介したいなと思っています。今回はスマホ上じゃなくてちょっと PC の画面をシェアしていきたいなと思っていますので、僕はですね左端の方にですね小さく収まってみたいと思います。はい、こんな感じですね。いつもメンバーシップではこんな感じでやってるんですけども、はい、この形で進めていきたいなと思います。まずはですねシームレスダウンパーカー 3D カット、これがですね今回の感謝祭第2弾の目玉商品になってくると思うんですね。すごくいいアイテムだと思います。先日ですねハイブリッドダウンパーカーをご紹介しましたが、まさに今年はですね目玉はハイブリッドダウンだと思うんですね。あれがまさにこうねホワイトマウンティニアリングのコラボを経てですねよりアップデートされて非常に今年っぽくていいなと思ったんですが、よりですねベーシックでど真ん中のですねダウンとしてはシームレスダウンパーカーの存在は欠かせないと思いますね。僕はこのダウンをもうしばらく見てきたんですね。リリースされたばかりの頃のこともよく覚えてるんですが、当時はスタイリッシュなダウンってまだまだ少なかったですし、なおかつ価格帯を抑えたものの中ではなかなか良いものがユニクロでもなかったんですよ。その中でまるでこう高級なダウンブランドと本当に遜色がないようなダウンが出てきたなということを今でもよく覚えていまして、ダウン特有のモコモコとした感じが抑えられていまして、シャープに見えるんですね。このあたりは本当にシルエットも綺麗ですし、しかもですね風を通さないということで機能性も抜群ということで、デザイン性もすごく使い勝手がいいですね。カラー展開も豊富なんですけども、豊富だからいいっていうもんじゃなくて、その中で使えるものって意外と限られてるよというところなんですね。この中で言ったら、正直ですね今映ってるネイビーですね、このような濃い色なんだけども少し明るみのあるようなネイビー、これは鉄板で使いやすいです。あとはブラックですね、定番のブラックはもう間違いのない選択肢ですね。シャープに見えるというところですね。ダウンという着膨れしやすいアイテムだからこそ、こういったブラックでシャープに見せるというのは有効かなと思っています。その他にもグリーンとかレッドとかこのあたりはですね色としては綺麗なんですけども、なかなかコーディネートが難しいですね。ダウン自体に主張があるとまた同じもの着てるなとか、ちょっとおじさんが頑張って派手な感じを出してるなっていう風に見られてしまいがちなので、なかなか難しいんですよ。なので個人的には一押しはブラックオアネイビーですね。特にネイビーなんかはすごくこの色いいと思いますね。ちょっとですねどのようにコーディネートしているのかも見ていきましょうか。公式スタイリングを見るとすごく分かりやすいんですけども、こちらですね、本当にお手本にするには最適かなと思うんですが、ネイビーのですねこのダウンを着ていますね。でちょっと明るみがあってすごくいい色合いなんですが、その内側にはですねやっぱりこう丸首のニットはまりがいいなと思っていまして、これウォッシャブルストレッチミラノリブですね、このニットなんですが、色は同じくネイビーなんですけども全然色味が違い
言いますよね。明るいネイビー、ちょっとブルーに近いようなネイビーのダウンとブラックに近いようなニットというところで、まあ、同系色の合わせという形ですごくバランスがいいなと思いますね。その内側にはですね、シャツをちょっとだけチラ見せさせているというところも個人的にはレイヤードの、ね、テクニック素晴らしいなと思いますね。でボトムスはまあスラックス調のアイテムですね。ヒートテックスマートスリムフィットパンツということで、これはですねスマートアンクルパンツで代用するといいんじゃないのかなと思いますね。このまま使えるスタイリングなので、まあ、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思います。はい、あとはですねスタイルヒントも見ていきましょうか。ブラック系のダウンもいいですね。こういった形で前締めてもですね本当にシャープに見えて雰囲気いいなと思います。他にはですねどんな着こなしあるかなってとこなんですけども、グレーもねこういった形で、まあ、ミディアムグレー難しいかなと思ったんですが、ブラックのパンツこういったホワイト系のねニットと合わせるという着こなしもすごく素敵ですね。あ、こういう着こなしだとグレーもいいですね。とっても上手ですね。参考になります。スタイルヒント見ながら買い物するのめちゃくちゃいいと思いますよ。なかなかアイテム単品で見てもイメージが湧かなかったりするし、モデルさんの着てる姿っていうのもすごくいいんだけども、まあ、ちょっとこうね僕らとのもう対比がすごいので、それよりはこう一般のねスタッフの方が着てるものをね見るのはすごくいいなと思うんですよね。はい、まあ、これ女性の方ともね兼用できるアイテムかなと思いますね。ネイビーのダウン、結構このネイビーの明るめの感じいいですね。濃いダークネイビーではなくて少し明るめのネイビー、今季いいと思いますね。中にこれちょっとブルー系のニットですね合わせて、ボトムスはちょっとブラックっぽいものでしっかりと引き締めるような着こなし、すごく上手ですね。参考になります。はい、まあ、こんなとこでしょうかね。非常にね使い勝手がいいのですが、個人的にはブラックでドベーシックにするよりはちょっとネイビーぐらいでほんのり明るさを出しながらっていうところがすごく使いやすいと思いますね。こういったネイビーのダウンだったらボトムスブラックなんかでも相性いいので、ぜひ皆さんこちらはチェックをしていただきたいなというふうに思っております。はい、12,900円ですね。続いて2点目なんですが、これはですねシングルブレストコートですね。これは僕の動画の中でもよく出てくるアイテムなんですが、これが値下げということで7990円になっています。色はですねまあいろいろとこう展開あって、ネイビーだとかねそういった色もあるんですが、ダークブラウンがいいんじゃないのかなと思いました。今季はですねこのちょっとねまあ、シングルブレストコートというとクラシックなステンカラーコート、そんな雰囲気に近いようなもので、僕もですね去年のものあるので持ってきてみました。僕の持ってるのはですねこのグレー系のヘリンボン柄のもので、ちょっと見えづらいので一瞬だけ画面をでかくしましょうか。はい、こんな感じですね。シングルブレストコート持ってます。ちょっと着てみましょうかね。マイクついてるのでどうかな。はい、この辺りのねその場でやるっていうのが僕のメンバーシップではよくある感じなんですが、意外と普段の動画ではないですけどね。こういうねちょっと丸みのあるシルエットで、いわゆるこうユニクロのベーシックなねチェスターコートなんかに比べると少しゆとりがあるようなデザインになっていますが、これがまあ今のトレンドにもすごく合っていて使い勝手がいいコートなのかなと思いますね。まあ、冬場でもですねそんなにこれ1枚着てれば寒くないんじゃないかなと思います。ちょっとね今シャツ上だったりするので、まあ、これじゃちょっと寒いかもしれないですが、中にちょっとインナーダウンだとかを仕込んでもらえば十分ですね冬も越せるようなそんなコートになっていますね。まあ、これが、今季安くなっている、今季というかねこの感謝祭第2弾で安くなってますよということです。まあシンプルなコートだと結構ですねデザインがベーシックなので地味に見えがちなんですね。なのでちょっとダークブラウンぐらいのものが僕は使い勝手がいいんじゃないかなと思います。7990円はかなりありえない価格だなと思いますね。まあ、パンツブラックですね、僕にとってはもう定番のブラック系のスマートアンクルパンツなんかに合わせてもらうのが一番使い勝手がいいと思います。中はねこういったニットなんかもいいですよね。ちょっと具体例出てますかね、見ていきましょうか。いろんなこう着こなしが想定できます。例えば公式のスタイリングだとこれはですねちょっとねグレーとかベージュ系で合わせてますね。
コートがブラウンなので、その内側にこれカシミヤクルーネックセーターですけども、ベージュですね。ベージュとブラウンは系統が同じ色味なので、重ねてあげるとですね、すごくバランスがいいんですね。まあ、こういった組み合わせ。そしてボトムスはですね、グレー系のデニムなのかな。まあ、グレーとブラウンっていうのも非常に相性がいいので、このスタイリングそのまま参考になるんじゃないかなと思いますね。すごいかっこいいです。ちょっとね、渋さがあっていいんですよね。公式のスタイリングも見ていきましょうか。結構ね、いろいろとアプローチがあります。まあ、ちょっと色は違いますけども、こういったコートに対して今季ね、こういった白っぽいパンツとかね、オフホワイト系のパンツなんか相性いいので、ブラウンのコート自体がちょっとやぼったく見えるかなって感じはなくはないので、そういう場合白パンと合わせるのもバランスいいと思いますね。あ、これもいいですね。うん、なんかコート自体が、ブラックとかちょっとシンプルな場合は、内側にちょっと綺麗な、差し色になるようなね、こういったニットを入れてもらうのもいいと思いますね。ウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーターマスタード、マスタードの色合いすごくいいですね。まあ、先日僕がご紹介したグリーンレーベルさんの、マスタードのニットなんかでちょっとカラーを足してあげるのもいいと思いますね。まあ、すごくシンプルで使いやすいコートなので、いかようにも触れるっていうところはすごく魅力的かなと思いますね。まあ、スタイルヒント見てると本当ね、あ、こういったやり方もあるんだなっていうのは勉強になるんですよね。このようにちょっとこうタートルネックっぽいカットソーを入れながらっていう着こなしもすごく今季っぽくていいなと思うんですよね。これもいいんじゃないですかね。かっこいい。いろいろとアプローチがあるので、ぜひ皆さん7990円はかなりお買い得だと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。はい、これを脱ぎながらですね、進めたいと思うんですけども、続いてですね、スマートアンクルパンツですね。こちらは僕の動画の中でもおなじみのアイテムですね。これがですね、価格安くなってますね。2990円ということで、まあ、いろいろとスマートアンクルパンツも種類があるんですけども、その中でもウールライクですね、僕が好きなのはウールライクですね。これ僕手元にあるので持ってきました。まあ、ユニクロのボトムスの中で僕は一番なんか使い勝手の良さが断然高いのがスマートアンクルパンツかなと思っていまして、はい、ちょっと大きくしましょうか。まあ、シルエットとしては結構、もも周りとか腰周りはちょっとゆとりがあるんですね。ただタックテーパードパンツとかに比べるとそんなにこうね、強いような感じではないというところなんですね。そこの程よくっていうところです。で、感動パンツに比べると少しゆとりがあるんですね。感動パンツはいわゆるこう細身のパンツ、イタリアブランドでいう、 こうインコテックスとかに近いような細身のパンツなんですけども、こちらの、ね、スマートアンクルパンツに関してはもも周りにはちょっとゆとりがあって、膝から下テーパードというところで、まあ、一番こうど真ん中でトレンド感がすごく強すぎるわけではないけども古臭いっていう感じもしないっていうところで、まあ、ベーシックに使いやすい一本かなと思いますね。ベーシックにあって言っちゃいましたけども、ここカットしないでいきましょうかね。はい、こんなパンツが、安くなっているというところでですね、2990円12月1日までというところで、まあ、色はですね、ブラックが まず鉄板なのと、あとはですね、意外とグレー系も、まあ、ミディアムグレーぐらいなんですが、単品で見るとそんなにこうかっこよく見えないんですが、意外とブラック系のコートとか、まあ、そういったものとも相性がいいので、まあ、これもこれでいいかなと思います。まあ、でもやっぱりブラックでしょうね。09ブラック。ちょっと S だけ今品切れになっていますが、これがおすすめでしょうね。公式のスタイリング。ね、グレーもこうやって着るとすごくいいんすよね。僕はグレスラックスって大好きで、一時めちゃくちゃ履いていましたが、まあ、軽快な感じもしてすごくいいんですよ。グレーもやっぱりメンズファッションにおいては欠かせないようなベーシックカラーなので、このような形でちょっとこう合わせてもらうのもいいと思いますね。ブラックネイビーとの相性もすごくいい色ですね。じゃあ具体的に見ていきましょうか。まあ、ちょっと時期的にはね、ステンカラーのこういったもの、ちょっとね、秋って感じはするんですが、こういったベージュなんかのコートとか、あとはブラウンとかのコートをキュッと引き締めるなんかではですね、ブラックのスマートアンクルパンツが一番使いやすいですね。まあ、最初から丈の長さもですね、短めになっているのでちゃんと収まりがいいんですね。これナイキ境のスニーカー履いてますかね。これ僕全く同じを持ってるのでいいですね。はい、ちょっとボリューム感のあるスニーカーとかは割と甲が高かったりするので
ちょっとねパンツの裾がですね、長すぎると収まりがあんまり良くないですよね。ニューバランスのスニーカーとかもそうだったりするので、まあ、最初からスマートアンクルパンツって適度にこう短くなってるのでぽってりとしたスニーカーとの相性もいいってところもすごくありがたい点ですね。はい、続いて見ていきましょうか。まあいろんな着こなしができますよね。まあこう見るとやっぱりちょっとゆとりがありますよね。そのあたりが個人的には素敵だなと思う点ですね。こういった耐力肩コートで合わせるのもいいですね。なんかパーカーとの合わせなんかもすごく良くて、こういったカジュアルなパーカーをちょっと綺麗なセンタープレスの効いたこういったスマートアンクルパンツで引き締めるという着こなしもできるので、すごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。このスマートアンクルパンツ、僕が1年中おすすめしているウールライクなものがですね、もう今2990円ということで買えるので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っております。続いていってましょうか。これはですね、ソフトタッチタートルネック T シャツですね。この長袖、これもですねめちゃくちゃ使い勝手がいいアイテムです。昨年も購入して着倒しました。はい、これはですねどういうアイテムなのかというと、まあ、T シャツなんだけどもタートルネックになってるよというところで、重ね着にすごく使いやすいアイテムなんですね。まあ、カラー展開が豊富なんですが、僕がおすすめしたいのはやっぱりベースとなるのは白じゃないですかね。今ちょっと動画が始まりましたがね、こういった形で着てもらうとすごく良くて、1枚で着るようなアイテムじゃないと思ってるんですよ。このスタイリングめっちゃいいですね。はい、これ多分スフレヤンのカーディガンかな、この丸首のカーディガンね。これもねちょっと癖あるんですけど可愛いですよね。こういった、上にニットを着たりするっていう着こなしがすごくハマりがいいんですね。これはねこれから先のもうマストなアイテムになるんじゃないのかなと思います。まあ、公式のスタイリングでも出ていますが、僕があまりやらないベージュのチノパンみたいなコーディネートなんですけど、見てもらいたいのが、こういった、こちらではカシミヤのクルーネックセーターを着てますが、カシミヤのニットの内側に入れることでレイヤードを作るみたいなスタイリングが結構冬場には重宝するんですね。これをやってもらいたいんですよ。多分公式でもそういったものが多くなってくるかなと思うんですね。まあ、白がすごく使いやすいですね。こういったフリースとファーリーフリースプルオーバーと、合わせるみたいな着こなしも僕はめちゃくちゃかっこいいなと思いますね。いいですよね。首元があったかいだけでもだいぶねこう冬でも対応しやすいというところもあると思いますしね。これちょっとスタイルヒントの方が意外と使いやすいものが多いかもしれないですね。結構これも男女兼用系のアイテムですね。うん、いろいろなスタイリングができますね。見ていただくと分かりますが、やっぱり僕この女性の方のスタイリングめっちゃ好きですね。ああこれうまいなという感じですね。まずはベースソフトタッチクルネック T シャツを入れて、その上に、パープルかパープルのセーターね、めっちゃいいですねこれまた、を重ねて首元から出すと。でハイブリッドダウンパーカーを重ねる。で下はちょっとねこうレギンスを履いていますが、スマートアンクルパンツを着てもらってアクセサリーを外せばもうメンズで十分活用できるような感じですね。こういう着こなしですよ。丸首のニットと白のタートルネック T シャツっていうのをやるのがすごくいいと思うので、結構いろんなブランドでこういったソフトタッチじゃなくてもタートルネックの T シャツやってますが、まあ、いろんなものと比較してもユニコのものめちゃくちゃクオリティ高いんですよ。これが、1290円で買えるというのはもうまさにありがたいなとは思うので、ぜひこの期間に使っていただきたいなと思います。このスフレヤンとのね組み合わせもいいですね。ぜひチェックをしてみてください。はい、続いてラストはですね、これはね特に感謝祭だからってやつではないかなと思うんですが、ワイドフィットフリースプルパーカーの長袖ですね。これ結構賛否が分かれてるんですよね。評価 3.7 ということで、僕もねユニクロ U の発売日の時に見たけども、すぐにスルーしたんですね。特にまあこういったパーカーってユニクロ U ではよくやってるので、まあ、今買わないでもいいだろうということでスルーしたんですよ。改めて、まあ、セール価格になったっていうのもあるし、あと僕はユニクロだけで全身コーデみたいな動画をよく撮るんですよね。その時にやっぱりパーツとして持っておくとパーカーって便利なんですよ。
で、まあ、いわゆるユニクロのインラインのパーカーもいいんだけど、まあ、それに比べるとやっぱりこうユニクロ U が作ってというところもあって、色合いとか風合いが、まあ、なかなか良かったんですよね。ちょっとこれ持ってきてみました。フリースということで素材感がちょっとね、もこもことしているような感じですね。ちょっと手元にあるのでお見せしましょうか。はい、ちょっとこうねムラ感があるのと、もこもことした感じ、カジュアルな雰囲気はあるんです。で、決してこう伸びがあるようなものではないので、このあたりの着心地で結構賛否が分かれてるのかなとは思うんですね。ただ見ていただくと、まあ、色がいいんですよ。ダークグレーっていうことで、また今度ね実際に着た状態をお見せしたいなと思うんですが、このダークグレーの色合いと素材の質感がすごくハマりが良くて、表面のねちょっとこの起毛感とかも僕はいいなと思って、着たらねすごく良かったのでこれ購入しました。はい、色もですねダークグレーにちょっとこうブルーネイビーを混ぜたような曖昧な色使いですね。このあたりはやっぱり通常のユニクロのアイテムでは出せないので、僕はねありだなと思いましたね。これオンラインで買ったんですけど、サイズは M を選びました。僕はジャストサイズで着たら S なんですが、なんだかんだ最近もう M ばっかり着てるので、まあ、僕のジャストサイズは M なんじゃないのかなとは思ってるんですね。だけどサイズは結構難しくて、もうワンサイズ上げても良かったかなと思わないでもないです。僕が普段バンバン着るのであればもうワンサイズ上の方がいいかなと思うんですが、まあ、一般的には M でもいいのかなと思いますね。はい、そこら辺はちょっと難しいのはサイズ選びというところなんですが、トレンド感強くいきたいならもっと大胆に大きくしてもいいんじゃないのかなと思いますね。このダークグレーめちゃくちゃ良かったです。3990円になっているのでおすすめですね。この色味はなんか他では出せないんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、いろいろとこう実際のスタイリングを見ていきたいなと思うんですが、これ男女兼用系アイテムですね。これ奥さんも絶対着ると思うのでこれシェアしたいなと思うんですが、例えばですよ、やりたいのはこの女性の方も使っているコーディネートなんですけども、こういった、まあ、これタートルネックで、ちょっとボーダー入ってますけども、先ほどのソフトタッチタートルネック T シャツですね。この感じ、白を入れてあげるとめちゃくちゃ相性いいと思いますよ。そういう着こなしやってもらいたいんですね。で、ちょっとこうねホワイト系ナチュラル系のパンツ合わせるっていうのはすごくいいですね。このスタイリング素敵ですね。うん、奥さんもこのまんまやるんじゃないのかなっていうイメージが湧きますね。はい、あとダークグレーのものちょっと見ていきたいなと思うんですがね、これから先はコートとの合わせなんですよね。ちょっと色は違いますが、こういったロング丈のコートの内側に入れてあげる、でフードを出すっていう着こなしがやりたいので僕はこれを買いました。なので先ほど2番目かこのシングルブレストコートの内側に入れるっていう着方ですね。これをやりたいんですよね。なのですごくパーツとしてこれから使えるんじゃないかなと思いますね。ちょっとグレー着てる方がいなくてそこはちょっと残念ではあったんですが、はい、このね公式の絵を見てもらうと分かると思うんですが、グレーのものに対してスマートアンクルパンツのブラックで合わせるなんかもすごくいいなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいですね。これは、うん、隠れた名品だと思うし、隠れたセールの中で買うべきアイテムかなと思います。今後僕の全身ユニクロコーデの中ではこれ出てくる機会増えるかなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいですね。やっぱり一番は一番最初の女性のスタイリングですかね。これが一番良かった。こういうようなちょっと白パンっぽいもので合わせてもらうといいと思いますね。今季でいうとヘルムトラングとのコラボレーションのデニムが白があるので、それと合わせて上にさっきのシングルブレストコートですよ、これいただければ着てもらえれば完璧なスタイリングができるかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、本日ですね第2弾が発表となりましたユニクロ感謝祭ですね、その中でおすすめの商品をですね5つピックアップをしてみました。どれもねすごく使い勝手もいいと思うし、まあ、シームレスダウンパーカーはもうど真ん中のベーシックアイテムだと思うし、あとは、シングルブレストコートですか、そのあたりも含めて、ね、やっぱりこうベーシックで使いやすいものがユニクロの強みだと思うので、ぜひチェックをしていただきたいですね。まあ、タートルネックのカットソーなんかは、まあ、まだ使ったことがない方は非常に多いと思うんですね。なのでそういったものはセール価格でまずはトライしてみるというのがすごくいいかなと思うので、
ので、まあ、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。そして皆さん買ったものとかこのあたりもおすすめじゃないっていうのがあったらコメント欄で教えていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではユニクロのおすすめのアイテムをご紹介したり、ユニクロ GU グローバルワークとかね、まあ、手軽な価格帯のものもやるし、セレクトショップのオリジナルあたりもやっていきたいなと思うんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つやってるメンバーシップチャンネルの方でガンガン出しています。今オンラインでね、このような形で PC の画面を映してますが、こういった感じで普段ゆるくやっていまして、週4本ぐらいですね、がっつり動画出しています。だいたい1本あたり20分から30分の大ボリュームでお届けしていますね。あとはですね、ライブ配信もやってまして、ちょうど水曜日もやったのかな、はい、水曜日もライブ配信やって、結構これが盛り上がるんですね。僕が一方的に会話するだけじゃなくて、皆さんからのご質問いただいて、それをリアルタイムで返していったりするので、まあ、そういったものもね、楽しみたい方はぜひですね、概要欄にリンク貼っておきますので、メンバーシップチャンネルもチェックしていただきたいなと思っています。あとはですね、オンラインサロンもやっていまして、これまたね、なかなか盛り上がっています。せっかくなんでお見せしましょうか。このね、メンバーシップ面白いんですよ。こんな感じにオンラインサロンになってるんですね。まあ、いろんな記事が上がってるんですが、ね、会員の方のね、投稿もあるんですよ。これ面白いのが、僕が一方的に出すだけじゃなくて、会員の方もね、投稿できて、結構皆さんね、いい投稿してくださってるんですよね。僕も勉強になっていて、すごく好きなんですけども、おっさんメイク、メンズメイク始めました、みたいな、ゆるい投稿からですね、僕が買ったこういったルームサンダルね、今も履いてますけども、こういったナンガとね、スブのコラボレーションのものとかね、こういった買ったものはもうリアルタイムでガンガン出してくるんですね。まあ、この本体のね、 YouTube でもよくやってますけども、もうリアルタイムで買ったものをご紹介してますしね。はい、僕以外のねスタイリスト山さんという、この方もセンス抜群に良くて、皆さんぜひね、チェックしていただきたいなと思うんですが、こういった方も入ってますし、まあ、本当にね、いろんな投稿が見れるサロンで、ね、結構皆さん活用していただいているので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っております。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。